おはようございます。マスタートです。おはよう。変わらないな。早速となりました。感謝いたします。今日は、6月の、11日、ね、火曜日ですね。はい、今の時間が7時半を過ぎましたですね。もう7時40分。うん、今日は6時5分起きですね。はい、昨日は、夜遅くの、この夜食となりましたけど、はい、湿度は少し 70% ですね。少し、湿度が、少しカラッとしてますね。扇風機はまだかけてないです。今日は26度かな。これでちょっと26度上がってきましたですね。気温が上がって湿度が下がってますね。はい、ではお祈りいたします。天の父なる神様、与えた朝の糧を感謝して、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。はい、ちょっと朝はコーヒー牛乳を少し、飲みます。はい、あと後からお茶ですね。お茶を。はい、昨日の、残りですね。ちょっと、まあ夜食、夜の食事、夜食になりましたので少し、もすわけしました。はい、今日の夜もかな。はい、それと、バナナが入ってますね。ヨーグルトプルーンですね。はい、それと、変わらないですね。はい、サラダですね。昨日の、今夕食のサラダは抜けていたけど忘れてまた新たに作ったですね。ちょっとまあ、今日のまた夜食になりますね。トマトに、ゴーヤの、漬物ですね。ニンニクですね。ニンニク。はい、じゃあいただきます。はい、まだ目が覚めてないですね。はい、じゃあいただきます。まずは。昨日の、これは、団子汁ですね。団子汁。はい、熱いです。はい、サラダですね。ちょっと暑くなってきたので、ちょっとこれを脱ぎましょうね。もうちょっと熱いですね。もう恥ずかしいですけど、もう夏になるともう小さく一枚クーラー、朝からクーラーはつけないですね。10時冬になるとかぶつきましたけど、背中も伸ばして、はい、1週間、2週間、3週目に入ったのかな。まだノーカットの編集で、配信させていきます。で、配信してます。はい。
今日も黙々としています。YouTube で収益化すると難しいですね、やっぱりコンテンツ。まあ例えとして自分が経験上ガードマンで1日働いて、まあ、6000円でしたので、この YouTube 配信して月に8000円いったら、収録されますけど、実力は今のところ月に1500から2000円台ですね。厳しいですね、なかなか。YouTube でを目標にすることは月の振り込みが単純計算して月2000円としても4ヶ月ですね、かかりますね。4ヶ月ことは月に年に3回ですね。わきび、本当、YouTube なかなか登録者数今年は。目標2000名ですね。まだ1500もいってません、ね、1400もいってません、1377かな、まだ1370台ですね。中華ソフト路線、まあ、いろいろな試行錯誤しています。はい、編集できないの できないというか、そうですね、時間とちょっとそのまだできないので、ノーカットノー編集でそういうコンテンツでしてます、路線中間。はい、ある視聴者の方からリハーサルしたらということで、これがまあそういうそういう丁寧な作りして伸びないと思う。ほとんどリハーサルなしでしてますもん。間違ってたらごめんなさいということで、緊張感を持って取りなしはなしでも
そういう日々撮って毎日撮ってるのがリハーサルという思いで撮って訓練と思って撮っています。後からチェックしてどこか悪かった、あまりチェックはしてないですか。はい、ごちそうさまでした。そういうこういうそういうコンテンツ、まあ、こういうコンテンツじゃないですね、そういう思いで毎日が リハーサルの本番という感じで、はい、盗難車できないからということで、緊張を持って、まあこれはゆっくり失敗もあるかなということでいろいろ試行錯誤しています。はい、ちょっとこぶりついたここは公共の電話、ちょっと失礼しました。最後にプルーンですね。最近はこのコンテンツも50はいかないですね。厳しいですね。現実はこんなものですね。以前、今はもう TikTok 上げてないんですけど、なぜかいくらかな、コンテンツの回数が回った時があったですね。びっくりしましたけど、もう1年以上してないですね。TikTok 始めたのが令和になってからですね。令和、あれ4月ですかね。なかなか、あれは X かな、 X、 違う、ツイッターの時によく上がってたですね。それでから、最初ダンスだったですね。なんかそういうので、でもアメリカで TikTok のあれかな、1年後のかな、この売却するかいろいろ法律が、どうしても中国のこの個人情報、情報が漏れてるんじゃないかという懸念があって、でも前トランプ大統領も TikTok を開設したというのがちらっと LINE のニュースになっていましたけど、あまり大きなニュースにならないですね。バイデン大統領も TikTok で上げてましたですね。はい、最近は私もこの YouTube の一歩に絞ってますね。やっぱりなかなかもうそんなもう手を伸ばすことできないですね。この YouTube 一本で、 YouTube もそのどういうコンテンツするかということでしています。もう8時前ですね。ではコーヒー飲みながらお別れをしていきたいと思います。今日は最後 TikTok の話になったですね。マサトです。マサトの、おはよう、変わらない朝食でした。マサトのこの YouTube チャンネル登録、またコメント、いいねボタンともよろしくお願いいたします。また聖書を学びたいというお友達も募集してますので、よろしくお願いいたします。リアさんなしですね。のカットの編集ですね。はい、マサトでした。次回の、変わらない、おはよう、変わらないな、朝食、朝食で、お会いいたしましょう。マサトでした。仕上げです。パシャンブルジュ。シャロム、シャロム、シャロム。